倉敷未来公園は、岡山県倉敷市琴吹町にある、倉敷市が管理する、都市公園である。旧倉敷防石倉敷工場跡地に開設された、都市型テーマパーク、倉敷地堀公園が経営難により2008年12月31日を、もって閉園し、跡地を、伊東洋華道の複合商業施設、有倉敷、三井不動産のアウトレットモール、 三井アウトレットパーク倉敷と一体的に整備している。本公園は倉敷千ぼり公園の住居表示を引き継いでいる。名称は2010年9月から11月に市民から公募し700件を超える応募の中から市内部で検討を重ねて決定した。倉敷市長伊藤香織は理由として倉敷の明るい未来を象徴する場所にしてほしいという。 熱い思いを感じた。総面積は約2万1000平方メートルで、そのうち、緑道部分は約0.7ヘクタール、緑地部分は約1.4ヘクタール、総事業費は約13億2100万円。公園内を流れる倉敷用水を中心とした、幅約22メートル、往復約600メートルの緑道と芝生広場を備えた緑地からなる。芝生広場は、 災害時の一時避難所となるよう、トイレになる特殊マンホールを7らかまどとして使える、ベンチ2機など様々な災害対策機能も備えている。ありがとうございます。